海軍電速学校は、大日本帝国海軍における艦船及び、地上基地でのレーダー探知、操作、維持技術の習得者を要請する教育機関のことで、ある。海軍通信学校から独立し、普通科、高等科、特殊科、専攻科を設置した。レーダーを重要視するのが遅れた日本海軍では、当然ながら、レーダー関連の技術開発や、 要因の要請も活発ではなく、電速技術教育は通信学校にて行われていた。父として進まないレーダー、逆端の開発に対して、その技術研究を推進するために、関西本ブレーカーの技術研究所と海軍航空本ブレーカーの空技省支省を統合し、海軍障害局の海軍電波本部が1944年4月20日に発足した。これに対応して、 研究者の拡大と同時に、感染、地上基地のレーダー技術者の要請を目論み、1944年9月1日に海軍電速学校が藤沢市に開かれた。藤沢には、航空用電波兵器、工学兵器整備訓練教育を実施する藤沢海軍航空隊が6月に開けたいされており、藤沢空と電速学校の連携が図れると考えられた。 電速学校も他の十カ学校と同様に4コースが設定され、練習生は現場へ、学生は電波本部や各地司令部へと派遣されることとなった。しかしついに満足できるレーダーを開発することができないまま、電波本部は1945年2月1日をもって第二技術省へと規模を縮小され、子外の電速学校も大量要請が困難になった。また、 富士沢空の滑走路が隣接していたことから頻繁に連合軍の爆撃や機銃装車を受けており抗議も進捗しなかった各種十科学校には7月15日までに繰り上げ終了を実施し終了者を本土決戦要員に振り向けるよう通達を受けたただし連続学校は特殊任務要員の要請が目的であるため繰り上げ終了 並行措置は免除され、敗戦後の1945年9月に並行となった。ありがとうございます。